はい、ありがとうございます、はい、先ほどまではあんりちゃんが JICA 海外協力隊で何をしていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画では今何をしているのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。はい、いろいろ人生悩み中で日本にも帰ってきたじゃないですか。はい、でその後どういうふうにされたんですか？結構いろいろやってから今のまあ職についてはいるんですけど、はい、最初帰ってきてからまず教育とは違う視点のところで国際協力系の NGO でインターンをしていながら、あと日本の小学校で非常勤講師をしたりしてました。なるほど、はい、そこの NGO とかでインターンとかしてた時ってどういう団体だったんですか？それは平和構築の紛争予防の NGO だったんですけど。そうなんだ、はい、あ、それやりながら非常勤講師をしたと。そうですね、非常勤講師を週3、4で行って、でその終わってからそのインターンに行ってた形で、うん、ね、じゃあその間で自分の道は開けました？はい、そうですね、まあ、まず教員はやっぱりないなっていう、 あ、そうなんだ、ことには気づいて、うん、であと NGO とか協力隊もそうですけど、ボランティアとかその NGO とかってできることが限られているなっていうことを感じて、うんうん、だから教員ではないっていうのはまあ確かになり、プラスアルファビジネスとかで教育に携われるものがいいんじゃないかなっていうので、選択肢が狭まってできたみたいな状況でしたね。うんうん、なるほど。なんで先生はないなと思ったんですか？やっぱりウガンダで本当何もない状況の中、自分で何か作り出して授業しなきゃいけないみたいな時と比べると、日本はやっぱりいろんな教具がもう揃ってて、うん、やり方とかも標準化されている中で、そこでまあ工夫するのは楽しいんですけど、うん、ちょっと刺激がウガンダと比べると足りないな、うん、と思っちゃって。なるほどね。そうですね、しかも一クラス30人とかもっと少ないので、影響を与えられる人数も少ないし、これじゃないなっていうのは思いました。うん、なるほど、そういうことですね。はい、じゃあもう一つ NPO とか NGO とか、うん、そういうボランティアがないなと思ったのは何でだったんですか？募金とか周りからお金を得て、その中でできることをするみたいなところだったので、それもすごくいいことではあるんですけど、結局その範囲でしかできないので、もっと広げていくっていうことがなかなか難しい状況っていうのを見て、私的にはやっぱり教育をもっと広くいろんな人に与えていきたいっていうところがあったので、それだと範囲がまた狭まってしまうなっていうのが一番違うかなって思ったきっかけではありました。なるほど、はい、じゃあその2つが今のところないなってなったら、うん、はい、じゃあ選択肢としては教育っていうところに対してビジネスをやっているところじゃないとダメだなっていう答えに至ったわけですね。はい、それで今じゃあそこに行ってるってこと？そうですね、今はそれで結局オンライン教材を制作して国内外で提供している会社っていうのに今所属してます。あ、そうなんですね。はい、ちなみに対面じゃなくてオンラインにしたっていう理由なんかあるんですか？そこはやっぱりうちの教材がそもそもアニメーション教材なので人が全く出てこないんですね。そうなんだ。だからそのやっぱり協力隊の時に思った人によって教え方が変わっちゃうとか、人によってクオリティが変わるっていうところがそこでまず一個改善されてて、インターネットがつながらなきゃいけないっていうところがちょっとネックではあるんですけど、その教材であればどの場所にいても同じ教育が受けられるっていうところはすごくやっぱり魅力的で、それだったら私が思ってたつまずきというか、人によってクオリティが変わっちゃうっていうところは改善されるなっていうので、自分は全く教える立場ではないものっていうのをそこで選びました。ああ、なるほど。まあ、確かに人が教えることでの違いがないっていう観点では確かにアニメーションだったらクリアですよね。このオンライン教材はどこに今卸しているような感じになるんですか？国内であれば学校、私立、公立両方、そうなんだ、はい、卸してて、あと塾でもうちの教材を使って塾を開業したりとかしてる塾さんもある。で、あと私が今いるのは国内の家庭学習サービスなので、はいはい、まあ、本当にそのお家で勉強するためで使ってる、だからもう全国ですね。で、あと海外はちょっと JICA のプロジェクトとかを使って始めていて、スリランカであったりとかインドネシアとかっていうところで広めてます。そうなんですね。ちなみになんですけど、アニメーションってどれぐらいの授業数あるんですか？例えばですけど、数学とか算数でもめちゃくちゃ分野で言うとあるじゃないですか。あれ全部用意してるってこと？全部用意してます。すごいね。小学校1年生から高校3年生の範囲まであるので。マジで？はい、でしかも結構うちの教材って学校とかにも下ろしてるんですけど、家庭学習で言うと特に発達障害とか不登校のお子さんが結構多く使ってるので、学校で学んでないとか学校のスピードだと分かりづらい子に対しても提供
するために結構細かくスモールステップで作ってるので、うんうん、学校の授業数よりも結構多い印象ではあります。それはなんかポチポチして問題とかをやっていくのか、それとも本当にアニメーションの授業をずっと見るだけみたいな感じ。アニメーションの授業を見ながら途中途中で問題とかも出されるんで、それで回答して進めるみたいな。そうなんだ、時代が進んでるわなんか自分たちが子供の時そんなの考えられなかったんですけど、ね、うん、より一人一人に合った勉強っていうのが、うんうん、これだったらより提供できるなっていうのは本当に思って今のところにいますね。なるほどっすね、うん、これは確かにそっか。そう、あ、じゃあ2つ聞いてみたいなと思って、はい、アンリちゃんがそこをやって教師にならないで、はい、そっちの選択に行くってなったと思うんですけど、うんうん、それ今自分はやりたいことできてるような感じなんですか？そうですね、今のこのフェーズであったらやりたいことができてるなっていう印象はあります。なるほど、はい、今後やりたいこともあるんですか？やっぱり子供と実際に触れ合うっていうことは好きだなっていうのは、うん、トレードオフになっちゃったわけね。あって私が思った教員として教えるっていうことをやるにはいろんな問題を感じていたんですけど、教えるっていうことは別でやって、もっと違うことを子どもたちに教える、それこそ教育ってただ教科を学ぶものだけじゃないと思うので、そういったものをやれるところみたいのがもしあったらというか、まあそういうところをもっと作っていけたら今後はいいなっていう。なるほど。でもそれをやるためのいろいろやっぱり知識とか、それこそどうやっていろんな人に広めなきゃいけないのかとかっていうマーケティングの部分っていうのは今学べてるので、フェーズは必要だなっていうのは思ってます、なるほどっすね。もう一点ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、JICA 海外協力隊の経験が今の会社とかに生きてる経験ってあります、まず講義的な意味では、協力隊って周りの人巻き込んでやらないと何もできないじゃないですか。で、その経験っていうのは本当今の会社でも生きていて、いろいろこう部署がある中で、部署を一括で全社でイベントやらなきゃいけない、イベントのこの間リーダーをやってたんですけど、そういう時ってやっぱいろんな人の協力がないとできなくて、それを自分からコミュニケーションを取りに行って協力を得ていかないとできなかったので、それを本当協力隊の時にやってたことすごく近いなって思ってます、確かにそうですよね、日本に帰ってきたら思った以上にみんな協調性ないもんそうなんですよ。だからなんかやっぱり自分のことは自分のことみたいな感じになっちゃうので、ウガンダでもそうだったじゃないですか、なんでそれやんなきゃいけない、僕に何のメリットがあるのって言われちゃう前にやっぱコミュニケーション取るっていうのは日本でもウガンダでも一緒だなっていうのは思ってますね。ああ、そういうことですね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと最後に聞いてみたいなと思ってるんですけど、日本で教育を学んでる人もいるし、このままの先生でいいのかなって思ってる人たちもいると思うんですけど、そういう人たちにアドバイスするとしたら何かありますか？やっぱりまずは自分でこれかなって思うものはまずトライをしてみるっていうことがやっぱり必要だなと思っていて、まあ私は実際にトライしてここが問題だなって感じたし、こうした方がいいんじゃないかって思ったけど、やっぱりみんな人それぞれやってみると感じ方違うと思うんで、まずやっぱりやってみて自分がどう感じたか、その感じたことを大切にしてほしいなと思います。なるほど、はい、そういうことですね、はい、またウガンダには行きたいなと思います。めちゃくちゃホームなので、はい、あれウガンダのどちらにいらっしゃったんでしょう？ウガンダのボンボタウンっていう、ボンボか、はい、なるほど、いました。あ、でも首都からでもそんなに遠くはないですよね。1時間半ぐらいなので、私は日本でいうと千葉ぐらいだと思ってるんですけど首都のガヤガヤはないけど、はい、パッと行けるみたいな。なるほどね、はい、ウガンダの一番好きな料理だけ教えてもらっていいですか？ウガンダの一番好きな料理は、ロレックスです、ね、あ、やっぱロレックスなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、国際教育の中でも JICA 海外協力隊出身で今教育協会で携わられているアンリちゃんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。